ではよろしくお願いいたします。おはようございます。田村ひろきです。今日も朝早くから参加してくださってありがとうございます。今回のテーマは、なぜ組織を作るのにナラティブが必要なのかということで、まあ、組織論ということですので、やっぱりその組織やビジネスに関心を持っている方々が、いらっしゃるのかなというふうに考えてはいます。で、その組織論という分野の中では、あのティール組織というのが今こうトレンドの一つになっているんですね。で、あのそれがどうしてかっていうと、まあ、簡単に説明してしまいますと、ティール組織に移行した組織というもの、ないしはティール組織である組織は、まあ、軒並みこう業績が向上しているからっていう、そういうところはありますね。みんな気になるわけです。で、今回はそういったティール組織というもののこう原理的理論的な説明や、その実践的な解説というのを、哲学の観点から行っていきたいと思います。実は本日僕喉のコンディションがあんまり良くないので、途中お聞き苦しいところがあったらすみません。まずはじめになんですけども、そもそも皆さんティール組織という言葉はご存知ですかね。その意味を知っていられる方はいらっしゃいますかね。そもそもティールっていう言葉の意味がわからないという方も、まあ、たくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。で、ティールとは色の名前なんですね。こう青緑とか言われることあるんですけど、深い緑色が混じったような青色みたいな感じで、じゃあどうして色の名前かっていうと、まあ、組織はこう段階的に発展していく。で、その段階的な発展に色を割り当てるっていう、まあ、あの有名な話が出るんですけど、まずその基本的な部分を一緒に確認していきたいと思います。次のページお願いします。はい、ちょっと待ってください。あれ、あ、ここですね。はい、ありがとうございます。まあ、これ非常にこの、フレデリック・ラルーという人が、提唱している枠組み、まあ、インテグラル理論をあの下敷きにしていたりもしますけど、この発達段階の部分は非常に有名で、検索したらいっぱいこう丁寧な説明が出てきますので、ここでは、まあ、最低限ポイントだけ押さえたいと思います。それぞれ、組織の発達する段階がレッド、まあ、衝動型、順応型、達成型、多元型、進化型というふうにあるんですね。細かく見るともうちょっといろいろあるんですけど、まあ、まずポイントがここだと。で、何のことかなって思われるかもしれないんですが、レッド、アンバー、オレンジまではこう分かりやすいんですね。というのは、レッド、アンバー、オレンジって原理が同じで、実はこう、組織のピラミッド型の組織の上の方の人が力とか、恐怖とか、そういったものを使って人々を支配しようとする組織形態っていう点で同じなんですね。レッド、アンバー、オレンジ全部。本質は全部一緒で、いや、やり方がちょっと巧妙になってるってだけなんですね。レッドは、こう、マフィアとかギャング、なんか露骨ですよね。いわゆる力みたいな。で、アンバーに行くと、公立学校システムとか軍隊、まあ、規律重視で、ちょっとブラックっぽいみたいな。で、オレンジだと、まあ、それをもっとこう、進学校っぽくするというか、なんていうかこう、頑張れば報酬出すから、みんなこのブラックの中で頑張ってねみたいな。まあ、全部、要は同じなんですね。で、グリーン、多元型組織になると、文化や価値観を重視する組織になるので、で、組織を捉える比喩としても家族ってなって、なんか温かみが増すので、あ、じゃあみんなグリーンで良くないみたいな風になるところで、ちょっと待ったと。ティールというより進化した組織パラダイムがあるよっていう話なんですね。で、説明を見ても、なんかこう、進化的目的とか、全体性とか、なんかすごいいかついパワーワードみたいなのがいっぱい並んでて、どういうことってなってしまうと思うんですね。ので、ティール組織って何っていう話をしたいと思います。次のページにお願いします。で、ティール組織とは何かという話で、ティール組織には何が必要なのかという部分なんですね。ここからいよいよティール組織論、本番に入っている感じなんですが、三大原則と言えるようなものがあります。3つのブレイクスルーとか言われますが、3つまずは、それを確認して、同時にそれを達成する問題点も挙げたいと思います。1個目が進化的目的と直訳されるもので、日本語で意訳で存在目的というふうに意訳されたりもしています。で、わかりやすいので、僕も存在目的って言うようにしてるんですけど、これは、いわば、この世界にその企業やその仕事が存在する理由ですね。まあ、わかりやすく言えば、こう、生きた企業理念みたいな感じですね。すごく噛み砕いちゃうと。で、ここで、でも、こう、企業理念とかってこう、空虚になりがちじゃないですか。企業理念について説明してくださいって言っても、なんだっけうちみたいになるかもしれないですよね。そうなると、やっぱり
いかにして形骸化することのない崇高な理念を掲げることができるのかっていうのは、これは最大の課題にも一つになってきますよね。というのがまずあります。TA 組織三原則の二つ目が、ホールネスと、全体性と呼ばれるものです。これが、まあ、こう分裂してしまっている状態をこう、克服したこう関係性のネットワークの、まあ、全体みたいな、ちょっといかつい表現になってしまってはいるんですけど、まあ、分かりやすく言えば、これは例えばこうありのままの自分で職場にいようよみたいな、そういう感じですね。ありのままの自分と対比されるのは、嘘ついてる自分ですよね。職場で仮面をかぶってる自分、本音なんか何も言えなくて、もう組織のこう空気読む自分ですよ。本当はこんなこと思ってないけど、いいですね、みたいな。で、そういうような自分との分裂だったり、職場関係の良くない、こうギスギスしたこう分裂状態を直すみたいな。だからホールネス大事って言われるんですけど、とはいえ、ありのままの自分でありながら、良好な職場関係を築くためには、どうしたらいいんでしょうかっていう問いはやっぱり出てきますよね。これもやっぱりこう検討課題だと。で、3つ目、チーズ組織三原則最後が、これが言葉として有名かもしれません。セルフマネジメントというものです。自主経営とか訳されたりしますけど、訳はいろいろありますが、これは試験によれば、最も達成するのが難しいものだと僕は思っています。3つのうちで、ダントツ難しいと思っています。比較にならないと思っています。で、この赤い部分について説明していくというのが今回の講演の内容になってきますので、うん、じゃあセルフマネジメントって何って話を次のページでしたいと思います。お願いします。ありがとうございます。で、このセルフマネジメントというものはですね、ちょっと細かいんですけど、1、2、3っていうふうに上にあるんですが、ちょっと時間の関係上、すごくちょっと説明を省略してしまうところが出てしまうんですが、まあ、根本的な部分を共有するならば、やっぱり、TL 組織の最大のポイントって、上下関係の撤廃なんですよね。普通、組織って言ったら、こう、ピラミッドっぽくなってて、上下関係あるじゃないですか。命令を受ける人と、命令する人がいてっていう、この上下関係をなくすんですね。立場的なものを一切なくして、その部門によって管理していたものをこう横並びにしていくイメージなんですね。チームっていうユニットの中で。で、その中で、じゃあ誰も命令してないんですかっていうなると、管理しないのっていうのはそうではなくて、自分で自分を管理するんですね。上から管理されたものを自分で自分を管理するっていう、そういうパラダイムシフトが、まあ、起こっているわけですね。うん。で、その中で、だったら、機動性と柔軟性を確保するために情報の見える化とか、仲間内のピアベースのミーティングを重視するとか、まあ、そういう要素が出るんですが、基本的な要素はこの2つです。上下関係の撤廃と、自らが自らに命令を下すということですね。で、まあ、これはまあもっとあるんですが、今回の講演で一番重要なポイントとりあえず押さえてみたんですが、それって何を要求されているかっていうと、資料の真ん中を見てもらいたいんですね。これ、セルフマネジメントを実現するための条件は、1、自分の頭で物を考え、2、自ら問題を発見し、3、そうした問題を自らの言葉で表現して、4、それに対する相手の助言を正確に理解して、で、5、その問題に対応するために必要なスキルを見抜いて、6、そのスキルを自ら学んで、など絶えず成長することを通して、組織に直接的に貢献するっていう力が必要なんですね。ざっくりまとめてみても、ここでは7つの力が要求されていて、1番は、いわゆる常識に頼りきらない思考力判断力ですよね。2番は問題見つけるので問題発見能力。3番は表現力、話す力。4番は聞く力ですね。5は自己分析力、6は自己成長力、そして7が組織貢献力。この7つのスキルを同時に満たすことでセルフマネジメントというものはおそらく可能だろうと。じゃあ、どうやったらこういう力が身につけられるんだろうかっていうのは当然問題になってくるわけですね。で、じゃあ1、2、3と問題点を確認したので、じゃあまずは1についていきたいですので、次のページに行きたいと思います。はい。ありがとうございます。まずはその存在目的。いかにして形骸化することはない崇高な理念を掲げられるかというものでした。で、これはなかなかこう工夫が必要で、こうなぜ働くか、なぜこの会社があるかっていう説明が単に主観的になってしまうと、まあ、個人的な話にとどまりがちなんですよね。ああ、あなたはそう思うんですねっていう次元にとどまりがちだし、まあ、言うて言ったらお金が欲しいからみたいな、そういう部分を持ち出されても、やっぱりこうモチベーションとしてそれどうなんだろうみたいになってしまいがちですよね。じゃあそれの反対局に行って、単に客観的っていうのも、つまり客観的に存在目的をとうとうと語るのも、まあ、立派ではあるんですけど、ちょっと抽象的な話にとどまりがちかなと思うんですね。
ここでじゃあどうするかっていう工夫として、やっぱりナラティブっていうものが出てくるなと思っています。で、ちゃんと定義したくて、ナラティブには何か、今僕がこう話しているように何かを語るっていう、語り出すっていう行為のレベルと、それによって理解されるストーリー、あ、こういう話だったなっていう内容の方を2つ含んでしまってるんですね、ナラティブっていう言葉は。で、じゃあこれをどうやって今存在目的の話に生かすかっていうと、例えばそのパタゴニアっていう有名な会社がありますけど、それのまあ代表者というか、それを創設した人に、まあ、イボン・シュイナードという方がいるんですね。結構有名な方かなと思うんですが、彼の、例なんかはすごくいいと、今のところで高齢だなと思っていて、シュイナードってもともとこうバリバリビジネスパーソンとかではなくて、彼はもともとこう自然がすごく好きみたいな、山とかすごく登るような方だったんですね。で、山をこう登るときに、やっぱその登山が好きなので、登山用のこう道具を作るわけですね。こうハーケンとかピトンとか呼ばれる、その杭打ち込んで登るときのこうあれですけど、それを使ってたわけです。で、それで、まあこう、まず利益を出していたわけなんですね。すごくいいピトンだということで。なんですが、あれって打ち込んでるんで、山肌壊しちゃうんですよね。継続的に登ってると。だから、山が好きで自分たち登っているのに、登れば登るほどその山壊しちゃってるんですよ、うん、その現状に気づいたシュイナードはもう利益出てるんだけど、その商品やめようっていうんです、作るの。 だから今度はそういった山肌を傷つけないようなピトンを考案すればいいんじゃないかって言って苦心して作るんですよ。で、それが実は多くの登山家たちのニーズに刺さったんですね。自分たちも多くの人は思ってたわけです。山肌が傷ついていくのを見て、これじゃまずいなと。だから、そういった、まあ、そのシュイナードさんの個人的な来歴、山が好きだと。で、個人的な問題意識、このまま傷つけてたらまずいと。それが普遍的な問題、環境問題に直面していることになってたんですね。だからこそそこには普遍的なニーズがあった。ということは、やっぱり、それは関心を引くわけですね。つまり、他に選択肢がある中でそれがあるならば、それをじゃあ買おうよって人たちが出るわけですよ。ここにナラティブによって個人的な部分と普遍的な部分がこうくっつくところがあるなというふうに思います。で、こうした話をリクールの概念をこう導入して、もうちょっと分かりやすくしたいんですけど、ポイントが ABC あるなと思っていて、まずは異質な要素を取りまとめる。物語の中でいろんな要素がありましたよね。こう山が好きとか、でも環境倫理的にやばいとか。で、そうした異質な要素をまとめながら、それらの行為の出来事に、まあ、脈絡をつけるわけですよね。もともと私は山が好き でこういう商品を作ったけどっていう脈絡ですね。そしてそういった一連の出来事を見える化すると、継承を与えるって表現もできますけど、見えるように分かるようにするんですね。具体的なイメージでこういうような人間の言葉の力をリクールはコンフィギュラシオンというふうに呼びました。統合継承化っていうふうにまあ訳されるのがまあ基本的なんですが、まあ、つまりはこれは分かりやすく伝えられるような言葉を話す力ということだかなと思います。で、このような物語を物語ることによって浮かび上がるその人らしさ、人格というものをリクールは物語的アイデンティティと呼んだんですね。まあ、フランス語を尊重すれば物語的イドンティティなんですが、まあ、直感的な理解のためにあえてアイデンティティと呼んでます。元フランス語なんですが、という話ですね。存在目的に関してはこういう、まあ、経路でかなり具体的なアプローチができるかなと思います、うん。では2つ目いきたいので、次のページに行きたいと思います。ありがとうございます。2番目はホールネスというものでした。ありのままの自分でありながら良好な職場環境を築くためにはどうやってっていう。で、もう一回その分裂状態っていうのを確認したいんですね。例えばそれはやっぱこう自分自身との分裂、要はこう空気読んじゃってる自分と本音で何か言いたい自分の分裂、あとは自分と職場の仲間の分裂、あの人の同僚のことを実は全然知らないとか。で、ってことは聞いた職場全体の分裂ですよね。あとは、じゃあなんで今この仕事してるんだろうなっていうところから、他者とか社会とか自然とも分裂してしまっている。もう利益を最大化することだけが生きる目的みたいになってしまっているみたいな。これはやっぱりこうホールネスでなくなっちゃってるんですね。このつながりを取り戻すって話なんですが、これもやっぱり僕としては、ナラティブを用いて対話を実践するっていう方法が、かなりダイレクトに効くんじゃないかなというふうに思っています。どういうことかって言いますと、これもやはりリクールの洞察が生きてくるなって思うんですが、彼はまあ2つ抜き出してますが、まずは当たり前といえば当たり前なんですが、人生物語、今これを
聞いていらっしゃる皆様にもそれぞれの人生物語がある。僕にもあります。そういった人生物語がお互いにこう関わり合うっていうことですね。当たり前であるはずの洞察だからこそやっぱり大事っていうところで、リクールはそういうことをまず言っていると。2点目に、これは実は前回の講演でも出た話ではあるんですが、他者からの問いかけ、これは何ですか、どうしてですかっていうのに対して応答する、それはですねっていう、それによって生じるその人らしさ人格をリクールは倫理的アイデンティティと呼ぶんですね。つまりはその人が何か質問してくれて、ああそれに対して答えることを通して、それをきっかけにして初めて気づく自分ですね。ああそんな風に考えたことなかったけど、そう聞かれてみればそうかもっていう、こういう部分だと思います。で、これは自分で私はこうだっていう風に自分で自分を作る物語的アイデンティティとは対になっているようなこう関係性なんですね。他者がなくても作れる物語的アイデンティティと、他者ありきで、ああ気づける自分、倫理的アイデンティティという、こういう関係ですけど、そうすると、やはり他者とのコミュニケーションを通して、倫理的アイデンティティが生まれる。ということ、それ自体が、まあ、いわば良質なフィードバックとして、物語的アイデンティティを発展的に更新、改定することにつながるんですね。それは、物語的アイデンティティを作る信念が更新、改定されることにもなるので、第1回の内容につながるんですが、こうした一連のフィードバックを得るプロセスを、僕は対話というふうに、ここで明確に規定したいと思います。で、この時にやはり言わずもがな、こう命令や否定といったものは対話を終わらせてしまうんですね。対話は問いかけと応答のプロセスなので、命令や否定は問いかけじゃないんですね。言うこと聞けみたいな感じになってて、じゃあ否定、それは違うとか言う代わりに、例えば一番下で書いてますが、じゃあどうしてそのように思われたのですかとか、このように考えてみることはどうですかとか、逆に問いかけを置く、あるいは命令系の言葉を言うのではなくて、他に何かじゃあいい代案はありえそうですかとか、その時私がアドバイスできたことはありますかとか、そういうふうな問いかけを置く。こういうふうにして対話のプロセスを始めるということは、ひいてはその人らしさを知っていく。問いかけの中でお互いがお互いのことを理解していくという全体性、ホールネスを回復する大きな、まあ、きっかけになるんじゃないかなというふうに思います。では、まあ、1、存在目的にホールネスできましたので、いよいよこう、最大の難関、セルフマネジメントの方に行きたいと思います。ありがとうございます。先ほどもしましたが、これが最も難しいと僕は思っています。最も。で、まあ、先ほど7つ挙げました、1、2、3、4、5、6、7のスキルが少なくとも要求される。で、ちょっと3つのグループに分けてみました。で、それぞれの、能力を獲得するために、じゃあどういう思考法、シンキングが要求されているのかというところを説明していきます。まずは1番、2番。常識に頼りきらない判断力、思考力と問題発見能力についてですね。これをカバーする思考法はやはりクリティカルシンキング、批判的思考だなというふうに僕は考えています。で、それは言い換えれば既存の世界観だったり人間観や自然観を疑って変えていくっていうことなんですね。で、そこまでこうメタレベルの思考を行うためにはやはり正しいそもそも論の精神、やっぱ必要なんですね。そもそもこれってなんだっけみたいな。そこはやっぱり僕は哲学の出番だと思ってるんです。で、例えば、A ですけど、この世界はそもそも何からできてるんだろうっていう問いに対して、え、物でしょみたいな。っていうふうに物質で答えると、それはこう実在論っぽい、世界観になるんですね。物でできてるのが世界。でも、いや、違くない？人間の思想じゃない？思考じゃない？って思う考えもありそうですよね。だってリンゴは確かにありそうだけど、でもリンゴってまとめるのは概念だから人間の思考ですよね。で、それは山も海も、それは人間がそういうふうに概念として把握してるからあるんだから、あるのは概念だけじゃないってなっていくと、それは観念論っぽい世界観になってくるわけですね。あるのは人間の思考だけじゃないっていう。あるいは、あるのは言葉だけだっていうふうになると、まあ、ちょっとこれは若干有名ですけど、構造主義っぽい世界観になってくると。世界観についてはこうですか。あるいはこう、B。人間観に関しても、人間ってそもそもどういう存在として生まれてくるんだろうとか、こうなった時に、いやいや、生まれた時から人間悪いやつでしょっていう、いや、いい人でしょっていう、有名な性悪説、性善説的な人間観もありますし、いや、人間なんて生まれた時には決まってなくて、生まれた場所で 100% 決定されるっていう環境決定論、地理学の概念もありますよね。
で、ちょっと環境系っていうのはちょっとラディカルすぎるので、まあ、生まれた場所の影響はすごい被るんだけど、そこでどう頑張るかはその人次第だよねっていう、環境可能論みたいな人間観もあって、どれを採用するかで大幅に変わってきますよね。人とこう、やり取りするときの前提が。もう前提なんです、これは。我々の認識や判断の。自然もそうですね。自然ってどういう存在かなって言ったときに、我々人間が技術でコントロールできるものです。いや、できないでしょ、自然なんてってのもあるし、人間を脅かすものが自然だって言えば、なんか防災意識高まるような自然観ですよね。でも、いやいやいや、逆でしょと。人間によって壊されているのが自然なんでしょって言えば、これは環境倫理の前提になるわけですよね。まあ、こういうふうにいろいろ言いましたが、結局、私たちの認識や判断の根拠となるような思考の枠組み、まあ、丸々観、世界観とか、人間観の妥当性を明示的に問い直して、再検討するという技術。これが、まあ、批判的思考、クリティカルシンキングだろうというふうに思います。これがまず問われてますね。で、次のページに行きたいです。ありがとうございます。では次、4567、理解力、つまりは聞く力、自己分析力、自己成長力、組織貢献力についての箇所なんですが、まあ、これはロジカルシンキング、論理的思考でカバーできる範囲内かなというふうに思っています。で、これはまあ、まあ、ロジカルシンキングって本はもう巷にたくさんあるじゃないですか。いろんな人がいろんなことを書いて、いろんな説明を与えてるんですが、まあ、とはいえ、それに追従していてもあれですので、ここではあえて僕は独自性を出すというところで、こういう定義を明確にしたいと思います。どういう実用的定義かっていうと、論理的思考って、言葉のニュアンスや意味内実を検討しながら、思考のパズルを完成させていくっていう、まあ、プログラミングで言われるような、ああいうものを完成させるっていうことですね。で、例を出してみたいと思います。で、それは、A さんと B さん、こういう人がいるとしましょう。A さんはこういう。哲学は人生において有用である。うん。しかし B さんはこういう。哲学なんて何の役にも立たないみたいな。これよく言う、哲学何の役に立つのみたいな。で、それに対して、哲学守りたい側が、いや、そもそもじゃあ役に立つって何みたいな、そういうふうに議論を持ち込んで論争になるって、まあよくあるかなって思うんですけど、ネットとかで。これ、まあ僕から見るに、役に立つとは何か問題じゃないんですよ。そうじゃなくて、A さんと B さん、お互いの使ってる哲学っていう言葉の中身が問題なんですね。で、実際 A さんは哲学を常識を正しく乗り越えるための方法として理解してるんです。この意味を代入してあげるんです。で、B さんは哲学ってあれでしょみたいな退屈で意味不明な文章の羅列だよねって理解してるんです。だから B さんの哲学はこれを代入しなきゃいけないわけですね。うん。そこで方程式を作り変えなきゃいけない。で、A と B、A さん、B さんの主張は一見対立しているように見えるんですけど、哲学っていう言葉の中身が全然違ってる可能性ってやっぱあるんですよね。そういう時はやっぱり、あなたは哲学っていう言葉でどんなものをイメージされてますかってやっぱ問わなきゃいけなくて、確認しなきゃいけないんですよ。そうして、両者の言葉の中身が全然違っていた場合は、そもそも2つの主張は対立すらしていなかったっていうことになるわけですね。たまたま字面が一致しただけじゃんっていう。具体例を出したいですので、ちょっと次のページに行きたいんですけど、例えば、ちょっと字が小さくて申し訳ないんですが、2つパターンの対話というか、まあ、こうやり取りを想定してみました。まず上、言葉の裏側を読む力、ロジカルシンキングがない上だと、多分 A さんと B さん、こんな感じになりますね。B さんはこう言い出します。哲学なんて何の役にも立ちませんよって。いや、そんなことはありません。哲学こそ人生で最も学ぶ価値のあるものですと。いや、全く同意できませんね。それよりもっと実用的な学問の方がいいっすよ。いやいやいや、でもそもそも哲学こそが科学の生みの親なわけで。いや、でも科学と哲学なら全然別でしょ、みたいな。哲学なんてこう、意見まとめてるだけじゃないですか、みたいな。いや、それは科学信頼すぎで、科学だって哲学の観点から言えば、ブラブラブラみたいな感じになるわけですよね。ちょっとかなりすれ違っちゃってると。だけどさっき言ったように、相手の言葉の裏側を読み取る確認さえすれば、下のようなやりとりになるはずなんですよね。A さんはこう言い出すわけです。私にとって哲学って非常に魅力的なものなんですけど、あなたはところで哲学っていう言葉でどんなものをイメージされてますかと。で、B さんは答える。よくわかんないんですけど、まあなんか難しいって印象ですと。哲学って聞くと、なんかまあ退屈で意味不明な文章の羅列を想像しています。それを受けて A さんは、そうですかと。退屈で意味不明な文章の羅列は私も嫌です。私もです。いや。で、私が好きなのは、常識を疑う力を学び取れるような文章です。そういう力を哲学は持っていると思います。ってなれば、B さんとしては、ああ、なるほど。そういう文章なのであれば、私も興味があります。まあ、そういうふうに哲学見る見方もあるんですね、みたいな。
これはなんかこう、なんか気づきお互い得てるっぽいですよね。お互いの前提が違うことを初めて分かったわけです。上のやり取りじゃ何も分かんないままですよね。つまりこういうふうに自らの論理と相手の論理がずれているっていうことを確認して、重なるかもしれないところを検討して、そういった言葉を変えることで両者の論理をつなげていくような技術、そして自らの論理も強化していくような技術、これが論理的思考であるというふうに、ここで言えると思います。では次いきたいと思います。3、表現力について。これはまあ話す力というものですが、話す力について僕はここではビジュアルシンキング、映像的思考がダイレクトに効いてくるなというふうに思います。これまでは批判的思考、論理的思考は、まあ、要は、左脳の話だったわけです。わかりやすく言えば。でも、左脳だけで OK ということではやっぱりなくてですね、左脳から出発して、右脳で表現するっていうプロセスが、まあ、非常に重要になってくるわけですね。あえて僕は、左脳から右脳へっていう、この順番を、まあ、堅持したいと思ってるんですが、やっぱり、こう、批判的思考や論理的思考によって組まれた主張、論理を、こう、いわば、なんていうか再現 VTR 的に映像として再生できるかどうか、頭の中でそれをやっぱり確かめることが大事なんですね。伝わらない話はやっぱりこうイメージできないわけです。だから具体的なイメージをちゃんと相手に与えるように話さなければならないと。ここでも具体例をこう A と B で出してみました。例えば A さんはまあ、それがこう面接の場面でも実際どういうふうに思って仕事してるんですかっていう居酒屋の場面でもどういうとこでも大丈夫なんですけど、例えば A さんがこう言うとする。私は誰かの役に立って社会貢献がしたいです。で、そして例えば〇〇社で自分のスキルを発揮して、まあ、自己成長もしていきたいとと言うとする。で、まあ、やっぱりこう A さんの場合だと曖昧なんですよね。こう抽象的で、まあ、なかなかイメージ湧きづらいんですよね。例えばっていう問いが浮かびすぎちゃうわけです。これだけ言われても。で、その例えばどういうことだろうとか、この言葉で何考えてるのかなっていうのが多分10個くらい一気に出ちゃうんですよね。聞き手としては。そうするともうもはやどっから質問しているかわかんないので、そうですかーってなりがちみたいな感じですね。で、まあ、それを全部質問する時間もないわけです。で、じゃあ B さんみたいな人はどうですかねっていうところで、これ僕実はそのパタゴニアのシュトイナードさんの話を例にして B さんの話組んでみたんですけど、B さんがこう言うとする。私はもともと山が大好きだったので、高校生の頃からよく登山をしてました。が、登山をするためごとに、登山用の道具によって山の自然を壊してしまうのはやっぱり嫌だった。そして、それは多くの登山家たちも同じように感じていたことだった。だから私は山肌を傷つけないような商品作りに全力を尽くしたいと思っている。そして実際、今は〇〇というアイデアを持っていて、それを実現するために必要なプランを練っているっていう。これはさっき2分でしたけど、B さんは5分ですね。情報量めっちゃ増えてるから、情報量の観点で言えば、なんかバーって言われて聞き取りづらいかなと思いきや、B さんの方がよっぽどわかりやすいですよね。それは端的に具体的で、スラスライメージが出てくるからです。だから聞き手としてもスムーズに質問することができるじゃないですか。一番明確なのは、え、〇〇ってアイデア何ですか？それでどう改善できるんですか？っていう。これはすぐ聞きたくなりますよね。つまり、もっと話聞いてみたいなって思えるんです。言い換えれば、物語の続きを教えてってことですね。このような、こう具体的なイメージ、場面の連鎖を伴って、相手に正確に情報を伝える。ちゃんとお互い再現 VTR を共有できるように話す。これが、まあ、ビジュアルシンキング。映像的思考であろう。というふうにまとめられると思います。はい。そして、ここまでで3つ出揃ったわけですね。7つの領域を一応カバーしていることになります。時間があればもっとこう盛り込みたいんですが、まあ、ちょっとこう駆け足なので、まあ、ちょっと今回、ここら辺の確認をしたところで次のページに行きたいんです。対話的思考を生み出すというものが、まあ、1つのキーワードになるんだな、なるんじゃないかなと思っています。というのは、つまり、こうしたクリティカルシンキング、ロジカルシンキング、ビジュアルシンキング、これらによって形成される複合的な4つ目の思考能力。これこそが対話的思考なんじゃないかなというふうに僕は思うんですね。で、まあ、要はこう、対話は大事って言うけれど、その対話がまずはどうやって可能になるのか。何話してもじゃあ対話になるの？そうじゃなくない？みたいな話していくと、やっぱ対話がどう可能になるかは考えていかなきゃいけないんですね。
で、より良い対話を行うためには、まずはやっぱり対話的な思考法、対話的な考え方をやっぱ身につける必要があるだろうと。で、そうした対話的思考によってこそ、私たちの対話はより実り豊かな、豊穣なものになって、あらゆる組織、企業の中だとか、あるいは学校だとか、そういった組織の中の文化として対話、そういったものが根付いていくと。で、そして私はそういうような知的な豊穣さ、まあ、言い換えれば今回のテーマで引き付ければ、ティール組織論を一気に実現可能性まで、各々のメンバーの意識のレベルから持っていけるような、そういうような対話的思考の技術論の名称を、クローバーメソッドというふうに呼ぶということを考案したいと思います。で、イメージとしては、クローバー、4つの思考から集まるクローバーということで、まあ、四つ葉っていうのは、まあ、縁起のいいイメージがあるかなということは思っているんですね。なんといっても、四つ葉のクローバーは、まあ、豊穣の象徴でもありますし、幸運の象徴でもありますからね。で、それだけではないわけです。あえてですよ、クローバーという名称を選んだのは、もう一つ理由があります。それ、実は、皆さんはこのクローバー、資料の中にクローバーというスペルありますよね。このクローバーというスペル、名称を実はもう皆さんは今回の講演の中でもう目にしているんですよね。見てるんです。あるいはもうほぼほぼそれはもうイメージとして出てきてしまっている。どういうことかっていうと、最初にお伝えしたクリティカルシンキング、そして次にお伝えしたロジカルシンキング、3つ目にお伝えしたビジュアルシンキング、頭文字を取ると CLOV と、そしてそれらの思考法を実践する人、それは英語で言う設備知で ER ですよね。ランをする人はランナーで、いろいろありますよね。そういうふうに考えると CLOVER でクローバーという字は実は出てくるんですね。ですので、これらを全てそういうクローバーになるということで、すごいですね、こうした論理的、批判的、論理的、映像的、それを通した対話的な思考能力を育てる技法をクローバーメソッドというふうに名称したいと思います。すごい。で何より実際に四つ葉のクローバーってこう誰かに踏まれてしまうことによって傷つくことによって生まれるらしいんですよね。他にも要因はあるそうなんですけど、そういうピンチをチャンスに変えるようなところも対話的思考のメソッドの名称としてふさわしいなと思います。それはビジネスだったり教育の現場とかでなんか使えそう なんかメンタリティかなと思うんですね。あともう一個は、四つ葉のクローバーって、そういうメカニズムを応用すれば、意図的に生み出すことも可能だそうなんですね。こういうところもなんだか縁を感じますね。そして、まあ、この対話的思考を実現させるクローバーメソッドの利点は、こうクローバーの音の響きさえ覚えておけば、すぐに対話可能な思考になっているかどうかの、つまり対話的思考の正確さを確認、検討することが可能なんですね。例えば、自分で何かを考えるときだったり、誰かとこう対話をするときに、こういうふうに考えられると。つまり、これから自分、あるいは私たちが考えていくことは、クローバーの観点から見てどうだろうかって問えるわけです。で、クローバーの C、クリティカルシンキングは抜けていないか、あるいは V、ビジュアルシンキングは弱くなってしまっていないか、というふうに、自分で自分の思考をチェックすることができるんですね。このように自分の意識とその思考を自分自身でマネジメントできるということ。これこそが最初にありましたようにティール組織で働くときに問われるセルフマネジメントを達成実現するための最初のそして強力な第一歩になるということです。で、次のページに行きたいと思いますが、最後です。フレデリック・ダルーとポール・リクールというところですが、このような A と B の対立を乗り越えて第三の道を探求するっていう姿勢は、まさにティール組織論の著者であるフレデリック・ダルーが大事にしていたことなんですね。そしてそれだけではなくて、そのような対話的な哲学のスタイルを模索し続けた哲学者として、ポール・リクールの思想はまさにこれからの組織の問題を考えていく際に必ずや私たちに強力な指針をもたらしてくれるだろうと考えています。何よりも、リクールという名前は、ポール・リクールのリクールは、ヒという、まあ、ヒーヤクという、微笑むというフランス語の動詞の語根であるリと、クーフ
という心という単語、リクール、微笑む心という意味を伴ってリクールという名前なんですね。で、この微笑む心という言葉自体僕はすごく美しいなと思うんですが、リクール自身はどうだったかっていうと、彼生まれが1913年なんですよね。1913年にヨーロッパに生まれるということが何を意味しているか。リクールのお母さん、フロランティーヌという方ですが、リクールのお母さんはリクールを産んで間もなくすぐに亡くなってしまったんですね。で、お父さんとしては自分たちでその娘と息子がリクールですが、を育てていかなければならないと思っていた矢先に始まるのは第一次世界大戦なわけです。で、父ジュールは、まあ、その第一次世界大戦で、まあ、亡くなってしまうんですね。1915年の話でした。そしてそれだけではなくて、リクールは唯一の姉、アリスとも死別してしまうんですね。お姉さんは結核で亡くなってしまうんです。そして、そのような自分を全て奪っていったような世界大戦に対して、自らもそこに再び戦場として第二次世界大戦に徴兵されるんですね、リクールは。これが40年から45年の話で、しかも収容所生活が5年間続くということがあったんですが、リクール自身はこういう人生を歩んでいる人なんですね。そうであるにもかかわらず、リクールは決して希望を捨てなかったんですね。それは彼の三男が自殺してしまった時でさえそうでした。他者と対話をするという長い長い葛藤の道の先にきっと幸運があると。ボヌーフがあると。そうした希望を決して忘れなかった哲学者、ポール・リクールと共に私たち自身も哲学をしていくということはきっと21世紀においてこそ本質的な意義があるのだと私はそのように考えています。講演の部分は以上となります。次のページで題目の、ね、はい、説明があります、はい、いや山本さんありがとうございます。講演部分ね、本当に第3回分のなんかこう総まとめが最後にあって素晴らしかったですね。はい、僕からこのままこうお題の説明もこのまま考えていきますかね。はい、はい、今回のお題はですね、対話のお題は、クリティカルシンキング、ロジカルシンキング、ビジュアルシンキングと出てきましたけど、この3つの思考法の中で自分が一番、まあ、弱いな、弱点だなというような思考能力はどれか、でまたそれはどのような意識づけを行えば改善されるのだろうかというのが今回の対話のお題です。で、例によって、一人60秒くらいで、まずはグループの全員に話してもらえればと思います。で、その後に、ブレイクアウトの時間が終わるまで、お互いに対して、自由に質問をし合うことを通して、対話をしてみてください。で、自分の弱点かなと思う思考能力は、複数選択可能です。ということですね。以上になります。